令和の虎、その思いを金に変えろ。ハゲ版継続継続の動画です。はい、山本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ハゲ版タイガーファンディング、はい、全部でもう10人志願者出ましたね。出ましたね。はい、残り2人になりました。はい、一応第一期としては、はい、まずあの感想を聞いていきたいんですけど、その前に、うん、ハゲ版って本当にコメント欄が穏やかなのそうですね。読んでるよね。読んでます。どうですか、あのコメント欄はファンがこんなに増えてというか顕在化されてめちゃくちゃ嬉しいです ね。嬉しい割に伸びないよねそうですね。まあこのいたしかゆしというか、ハゲ版だけはなくすなとか、はい、ね、本当に穏やかでハゲ版が一番好きやわっていう意見がすごい多いのは、うん、はい、僕も全部コメント欄見てるんで、そうですね、すごいあの分かるんですけど、うん、まあ、そんな中でですね、ハゲ版やってみてあえて良かったことと、うん、想像とは違ってたなってことを両方教えてほしいんですよ。まずは良かったことを教えてもらっていいですか。良かったことで言うと、はい、虎の夫人が思ってた以上に充実したラインナップになったかなと思いました。最初は植毛はナッシングとかただそれだけの番組になるかなと思ったんですけど、うんうん、はい、いろんな助け舟出せるような虎が徐々に増えていったので、はいはい、番組として完成度を増していったなって感じてます。まあ竹野内さんのウィッグの、ね、登場は良かったねそうですね、最高でした。はい、まあ、あの、そういうのはありましたと。はい。はい、逆に、自分が最初に想像してたのは違ってたなっていうのは何ですかね。僕が志願者として出た時に、結構再生数回ったので、はい、髪の毛気にしてる人たくさん見てくれるんだろうなと思ったんですけど、うん、まあ、蓋を開けてみると、少数精鋭のコアなファンはたくさん根付いたんですけど、はい、自分が当事者じゃない、薄毛に関係ないっていう方は、うん、そもそも見ないんだなっていう感じになったので、うん、本当はもっとバーって再生数伸びるかなと思ったんですけど、なるほどな。コアなファン限定の動画になっちゃった。結果さ、やっぱり自分としては、ハゲ版タイガーファンディングを見てもらう、でハゲで悩んでる人が結果として例えば今ならトルコに行くツアーを組んだりしてるでしょ、うんうん、はい、あそこにもう少し具体的になんか応募者が増えるだろうっていう予測もしてたよね。そうですね、もう殺到しすぎてもう手がもう回らんみたいなそういう感じになるかなと思ったんですけど、はいはい、これがそうでもなかったのは何ですかね。やっぱり海外に行くっていうのハードルが高いかもしれないですね、はい、高いと思う。俺自分に当てはめたら、うんうん、やっぱ嫌だもん。やっぱり、まあ、まず飛行機もあるし。そう、嫌い。飛行機が怖い。うん、で、わざわざ行くの辛い。うん、これタイに久しぶりに行ったんだけど、もう二度と行きたくないもん。どっかの社長と違ってさ、本当に。本当に嫌なの。はい。まあその辺で、ポーンとひとっ飛びにあそこまで行く人はなかなか多くなかったよね。うんうん、そうですね。それがまあ検証できたかなと思いますね。はい、で、そんな中でですよ、君の志願社会っていうのが配信された後にこれ流すんで、はい、あの、もういいんですけど、行っちゃって。結果として目標は達成したよね。そうですね。はい。着々とあの、うん、大きな夢に向かって進んでるかなと思います。でもさ、あれは実は山本さんのために言うけど、彼が最初からこの魂胆でこのチャンネルが始まったわけではなくて、実は僕のヒントだよね。そうですね。そう、100万回達成記念パーティーがあった時に、はい、帰り二次会やって、はい、で志願者の子たちの会に僕が乱入していって、うんうんうん、そこでたまたま席が同じだったんで、ひょんなことから、いやこれ絶対自分が志願者で出るべきだよみたいな話を、はい、僕がしたことからあの会は生まれたんで、はい、僕も途中でね、安倍さんがなんかちょっといじめ出したから、俺、ムキになって安倍さんに食ってかかったりしたじゃないですか。はい、ありがとうございます。いや、マジで腹立って俺、スーパーミリオンエアこんなに宣伝してきたのに、よくもここに来てそんなこと言うなみたいな、そんななってしまったんですけど。はい、まあでも、ハゲ版をやったことの終わりがけにね、ああいう形になって、うん、あなたが本当にやりたいことっていうのが、うん、これからなんかこう着々と前に進んでいくことは素晴らしいことだなと思ったんで、ありがとうございます、ね、やった甲斐があったと思いますが、はい、いいこともありそうでもなかったこともあったこの5ヶ月でした。今月の収録で第1期は終わりを迎えます。継続いかがですか。非継続なんですけど、はい、もう一回授業が成長したタイミングで、はい、あのもう一度エントリーさせていただきたいなと思います。なので、はい、1期終了して2期目は非継続なんですけど、うん、3期目4期目とか続いていくタイミングでどこかでまた挙手したいなと思います。まるまるまんそれまで続くかね。できれば続けていただきたいです、今は海外への送客しかできないんですけど、はい、クリニックが日本でいくつかできてきたら、うん、日本でも植毛できるような体制が整う。そうなったら、はい、
日本で薄毛で困っていて、うん、本当にお金がなくて困っているっていう人を助けるタイミングが多分来ると思うので、はい、そのタイミングでまだ〇〇版があればぜひエントリーさせていただきたいなと思いました。そっか、僕もいろんな〇〇版の司会を11本もやってきたんですけども、うん、ハゲマンやっぱ楽しかったよ。 ありがとうございます。いや本当に、はい、すごいそれを思ってるんで、はい、非継続っていうのはすごく残念ではあるんですけど、一つ思うのはハゲ版とか美容版とか、うん、ダイエット版、うんうん、この3つに共通してるのは実は人の容姿の問題なわけですね、うんうんうん、この容姿の問題って意外とみんなそんなにめちゃくちゃ興味のある人ばっかりじゃなかったのかなっていうのは一つやってみて初めて分かることではありました、うんうん、僕も自分で責任を取ったんですけど、芸能版もなくなりますんで、こういったことを考えるとですね、とりあえず今回仕方なかったのかなっていうのは思いますけども、なんせずっと山本くんが描いてきた日本の中で植毛クリニックを開きたいっていう夢に向かって今歩み出したところなんで、はい、ぜひそれともう一つお願いしておきたいのは、当然やると思いますけども、今まで出てきた志願者の追っかけですよね。はい、はい、これをハゲリーマンチャンネルでずっと追っかけてくれると思いますんで、はい、これでしばらく持つよね。でもね、そうですね、コンテンツとしては、はい、植毛は丸1年かかるので、はいはい、出演者の方の1年後までコンテンツとしては続いていくので、はい、時たま僕のチャンネルも見ていただきたいなと思います。ですよね。まあ僕は何にしても君が志願者の会で感極まって泣いたのがめちゃめちゃ印象的でしたよ。めったに泣かないんですけど。ね、多分本当にめったに泣かないよね。はい、めったに泣かない。なんで泣いたよなあれ。まあ今まで頑張ってきた思いが込み上がってきたんだなと思います ね、うんうん、ね、はい、素敵なシーンだったと思いますけれども、はい、なんか僕は安倍さんという大先輩に偉そうな口聞いたのがちょっと反省材料なんですけど、いえいえ、安倍さん、この場をお借りしてお詫び申し上げます。すいませんでした本当に。はい、ということでハゲ版は残念ながら今回は非継続ということになりましたので、まあこれ配信されるのは多分3月の下旬だね、なりますけれども、またぜひ、山本くんのことは、応援してあげていただきたいと思っております。はい。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。SNS 版タイガーファンディング、継続？非継続？ということで、今日は稲葉さんに来ていただきました。はい。なんか久しぶりだね。こう撮るの久しぶりですね、はい、令和の大人ちょっと休んでるから、はい、そうですね、ですよね、はいはい、でも僕稲葉真のトライチャンネルに出ましたんで、本当ありがとうございます、はいはい、おかげさまでちょっと伸びてますよね。そうですね、はい、おかげさまで結構コメント欄も賛否両論はありながらも、はい、なんか令和の虎のぶっちゃけ話みたいなのが結構いろいろ注目していただいて、うん、はい、本当ありがたいなと思ってます、はい、そんな感じで今日来ていただきましたけれども、今日は SNS 版の第1期の最終月の収録の日なんですけども、うん、半年間やってみて感触どうですか、はい、でもすごく新しい一面見せられたんじゃないかなと思ってまして、はい、虎のメンバーもほとんどが、まあ、虎初みたいな方々だったんで、はいはい、結構100万再生近くいってるものは2本あったりとか、ね、今日もまた新しいドラが2人いらっしゃって、はい、とにかく SNS 界隈でいろいろ探してきますよね。そうなんですよ。で、志願者も最近はたくさん集まってるようなそんな世界がありますけど、はい、もう100人ぐらいがもうストックされてる状況で、マジで、はい、もう正直近畿よりすごいじゃん。あ、そうなんですか。回して本当に落ちた人は本件行きなさいよ、はい、興味ある人いそうですけどね。やっぱね、丸々版が始まってから、はい、全般的に志願者が例えば、うん、物売りたい人みんな通販の方行っちゃったりとか、あ、そういうのやっぱあるんですよ。あと、はいはい、スポーツ関係全部スポーツ版行っちゃうし、はいはい、だから、はいはい、なんとなくね、本家の志願者減ってきたぞみたいな、あ、そんな感覚あるんですね、はいはい、どうしよう本家なくなったら、はい、なんて感じなんですけど、はい、さあ第2期はどうしますか。もちろん継続させてください。継続、はい、ということで SNS 版継続でございます。第2期に向けて構想ありますか、うん、やはりなんとなく感覚は勤めてきたんで、はい、物とかを宣伝するとか広めたいっていうよりも、うんうん、やっぱり人にもっとフォーカスしていきたいなと。自分自身のもっと知名度とか、はい、まあ、いわゆる自分のやりたいことの可能性を広げていくために、まあ、影響力をつけていきたいみたいな志願者を募集していきたいなと思います。なんか物を広めたいっていう人が一人か二人いたけど、うん、あんまりピンとこなかったね、やっぱりね。そうですね、やっぱその人にスポット当てた方がいいような気がしますね、はいはい、今おっしゃったように、じゃあ志願者は全然足りてる感じ。全く困ってないですね今、はい、でも、はい、募集は当然するわけですよね。もちろんです。これからも、はい、
虎はどうですか。虎の方も正直どんどん新しい方入れていきたいなと思ってまして、うん、はいはい、結構有名 YouTuber さんの方にいろいろとお声掛けさせてもらってるので、うんうん、まあ、皆さんよく視聴者でこれこういう方が虎だったらいいのにみたいな方々をどんどん選出していきたいなと思ってます。なるほど。これは稲葉さんの、まあ、グループの方で声をかけてるんですか。はい、はい、声かけさせていただいてます。はい、大体アタックすればみんないいよっていう人が多い。多いですやっぱり。あ、そうですか。はい、やっぱ令和の虎が知れ渡ってきたね。いや本当にそうですね。今現段階でもアリシャンさんとか出ていただいてますし、はい、そうですね、今日この後実はエビスジャップの富士さんっていう、はい、まあ、結構若者に人気な YouTuber さんとかも出ていただいてるんで、はい、今後も YouTuber さんもちろんのことを志願者の方によりプラスになるような虎の方々を選出していきたいなと思います、はい、ところでやっぱ稲葉さんが来たら最後にどうしてもこれ聞かなきゃいけないんだけど、はい、それがですね、聞いてくださいよ。何、今1ヶ月ぐらいダイエットをして立ったんですけど、はい、8キロ痩せました。え、8キロ痩せたのこれで。見えません。え、どう、わかんないよね。あれ、ちょっとなんか皆さん、やっぱさ、150キロの中の8キロって 5% とかじゃん。頑張ってるんですよ、こう見えて。ビビたるもんね。え、8キロ本当に痩せたの、はい、痩せました、痩せました。でも痩せたって誰にも言われないですけど、これからです。なんで、なんで50キロ痩せたら僕トラ勾配になっちゃうんで。そう、最初に約束したよね。そうですね、あの約束すらが守られてない中で、はい、第2期継続って言ってるんで、もうね、もうコメント欄みんな書かれてるよ。いや、なんかあまり変わんないって言われてるんですけど、はい、もちろんです。1月から開始して今動画出てるものって1月のものなんで、はい、それは変わんないですよ。ほらほら、言い訳が始まったよ。いや、それは変わんないですよ。始まってないですよ、まだ。やっぱりこの3月4月とかの僕の映像を見て、ぜひいろんな方にコメント。さあ、この間さ、あのなんか動画の中で体重測定器か、はい、よくわかんない、あれ1台で測れなかったから2台乗ったじゃん、はい、そうなんです。今どうやって自分の体重測ってるの。実はなんか、そう、実は今僕に協賛してくれているクリニックさんとかいるんですよ。はい、トークリニックさんはもう200キロぐらいまで体重測れるんで。そうなんだ。そこで体重測って体脂肪率とか筋肉量とかを見て今ダイエットやってます。皆さん、半年後には50キロ痩せた稲葉シーンが見れますよ。半年じゃないです、今年中に50キロです。今年中か。はい、ちょっとハードル高くしないでもらっていいですか。さすがにきついです。で、100キロ切るってことだよね。要は100キロ切ります。はい、で、あれだって自分で嘘言ってたのね、体重最初。もともと正直家の体重計が測れなかったんですよ。ああ、だからなんとなくで言ったら全然ダメでしたね。はい、結果158キロだっけ。158キロ。ねえ、はい、58キロ落としてよ。あ、でも落としたいですね、今回ダイエットで、ね、いや、今回本当コミットしてるんで、ね、ぜひそこは楽しみにしてもらいたいですね。はい、じゃあ、まあ、第2期がこの4月からね、配信が始まりますんで、はい、4、5、6、7、8、9、さあ9月第3期を迎えるにあたって何キロになってるかも注目ですね。はい、そうですね。はい、ということで SNS 版はめでたくですね、継続ということになりましたんで、皆さんこれからもぜひ SNS 版タイガーファンディング、名前を変えて、これからは SNS 版令和の虎っていうようになりますけれども、ぜひ、引き続きご視聴の方よろしくお願いしたいと思います。最後に稲葉さんの方から視聴者の方にメッセージをいただきたいと思います。まあ、今後も SNS 版は令和の虎本編では見れない虎の方々と、はい、面白い志願者をお呼びして皆さんに楽しんでもらえるような番組にしていきたいなと思ってますので、今後もぜひ注目してください。僕のダイエットもよろしくお願いします。よろしくお願いします。仲間とつながれる、虎とつながれる、もちろん主催ともつながれる。令和の虎ファンクラブ入会はこちらから。